財政制限投げようが1万円投げようが無駄なお金であります。どぶり捨てと同じであります。聖書の神が言ってます。見えない神が見える形で生まれた、それがクリスマスであります。救い主が生まれた、ジーザスクライストが生まれた、それがクリスマスであります。このイエス・キリストの話は歴史の事実であります。小説ではありません。歴史の事実であります。このイエス・キリストが生まれて33年間生涯を送って、神が愛であることを伝えました。長女マリアに生まれました。それは歴史の事実であります。長女に子供が生まれるのか、生まれます。聖書の神は本物であります。他の神は全部嘘っぱしであります。騙されないでください。聖書の中に真理があります。イエス・キリストが道であり真理であり命であると聖書は語ります。あなたがイエス・キリストに出会えば、あなたの人生の目的が分かります。あなたの人生の目的が分かりますか。聖書の中に答えがあります。 There is the answer of your life. What is the purpose of your life? Only Jesus. Yeah. The answer. Hallelujah. You know Jesus. If you believe Jesus is the Lord, you go to heaven. Hallelujah. If you don't, you go to hell. Yes, Jesus in the Lord, 天国。そうでなければ残念ながら地獄であります。聖書は語ります。私が語っているのであります。聖書は語ります。聖書の中に真理があります。永遠のベストセラーであります。イエス・キリストが十字架で死んだことは歴史の事実であります。これは私たちのために死んでくださいました。私たちは死ぬ運命でありますけれども、どんな人も死にます。どんな金持ちも死にます。金持ちはこの世の中で人生を楽しむことができるかもしれないけど、金で命は永遠の命が買えません。イエス・キリストだけであります。死んだ神が神社仏閣にいます。彼らは物を言いません。ブッダは横になってお金のマークして寝ています。ブッダはあなたをつけいません。輪廻転生はただの教えであります。真理ではありません。皆さん騙されてください。お賽銭投げても無駄なお金であります。おみくじもらって大吉もらってそれ一年ずつ来るんでしょうか。ただの気休めです。イエス・キリストが本物の神であります。イエス・キリストにはこの近くに教会があります。深夜の深夜の中に365日オープンしている教会があります。教会の訪れください。チラシがありますので、もし関心のある方は受け取ってください。牧師先生はここにいらっしゃってますので、このチラシを受け取ってください。365日教会やっております。365日教会をその場所でやっています。この近くです。このカラオケボックスの横であります。ハレルヤー。362日教会そこにあります。あなたが真理に出会いたい場合はこの教会やってください。365日教会やっています。東京プレイヤーセンターとのカラオケの向こうの建物であります。ハレルヤー。チラシをもらってください。イエス・キリストは真理です。聖書のことを語っています。365 days, church. Hallelujah. 365 days, church open. Hallelujah. 365日を相手の教会今チラシを受け取ってください。このチラシに書いてます。Hallelujah. Hallelujah. 聖書の神イエス・キリストは本物の神であります。Hallelujah. Jesus Christ is the living God. Hallelujah. 聖書は真であります。Jesus Christ! Jesus Christ, the living God! イエス・キリストは生きている神であります。クリスマスに目に見えない神が、イエス・キリストが現れた、神が見える形で生まれた、それがクリスマスであります。
から子供が生まれるのか。生まれます。可能であります。聖霊がマリアに宿りました。そしてイエス・キリストは33年から生涯を送り、十字架かって死にましたが、蘇られました。それがイースターであります。アレルヤ。このイエス・キリストなんとか祈れば答えてくださいます。神社仏閣に神はいません。本物の神はイエス・キリストだけであります。アレルヤ。私たちはクリスチャンです。聖書は永遠のベストセラーです。この中に真理があります。人が生きている目的は何なんでしょうか。あなたは答えを知ってますか。聖書の中に答えがあります。アレルヤ。ジーズはスクライスでリビングアレルヤ。イーザーセイビア。魂のスピンであります。あなたの魂は救われてますか。聖書は言ってます。死んだ後天国の地獄があると。イエス・キリストを知ってれば天国、そうでなければ残念ながら地獄であります。それも永遠の話であります。人生70年80年短いです。永遠から比べると短いものであります。このイエス・キリストに出会ってください。聖書の中に書いてあります。この近くにお茶の水クリスチャンセンターがあります。アレルヤ。クリスチャンだけじゃなくてそのクリスチャンに来てください。アメリカから女性のプリーチャーが来てます。神様が送りました。日本には目覚めようと Wake up Japan。 Woo, yes! Wake up Japan! Yes! 目覚めよう。神社仏閣に神いません。お賽銭1000円投げようが1万円投げようが無駄なお金でいます。どうもリストと同じでいます。おみくじと大吉もらってもただの気休めです。大吉が1年間続くんでしょうか。そんなことありません。商売繁盛の神様、ご利益宗教の神様、出雲大社出会いの神様、全部嘘っぱちであります。八百万の神は全部嘘っぱちであります。聖書の神イエス・キリストだけが本物の神であります。アレルヤ。聖書の中に真理があります。人が生きる目的は何なんでしょうか。 What is the purpose of living? You know the meaning of livingThere is an answer in the Bible. アレルヤ。聖書の中に答えがあります。この聖書の神、イエス・キリストに出会ってください。私たちはこの真の神を知ってます。あなたが祈れば答えてくださる。真の生きる神、ジーザス・クライスト・ザ・リビング・ガッド。アレルヤ。